東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。いい天気ですね、外は。そうですね、かなり肌寒いですけども、空は非常に綺麗ですね。なるほど、まあ、このスタジオできまして、はい、もう1年以上経ったんですが、はい、2回目の年末年始ということになりました。そうです ね、はい、また、はい、来年もいい情報をそこから出してください。はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。それでは今日のお話は、はい、そうですね、まず、ちょっとチャートを見ていただきまして、はい、まあ、最近の為替と原油の動き、まあ、よく皆さん最近見ていらっしゃると思いますけれども、まあ、原油がこのままちょっと底入れするかどうか、まだ不透明感漂っているんですけれども、このリーマンショック後の直後のですね、安値近辺まで下げて、まあ、節目ですね、はい、下げた後若干反発しています。この後どうなるか、為替の方が、まあ、今後ですね、連続利上げがまあすぐに行われないということで、一旦ちょっと利益確定売りといいますか、うん、為替の方ちょっと円高に動いてますけれども、これも来年前半どのように動くかって非常に注目されるところです。まあ、どちらかというとちょっと円、今の現時点ではですね、円安ドル高にはちょっと行きづらいような雰囲気はございますので、うん、注意が必要かと思います。はい、アメリカ市場の方ですね、米国市場の方はニューヨークダウの方が今直近揉み合いを続けてまして、どちらに離れるかが非常に注目されるところです。先ほどもお話しされてましたけども、このグラフのようにですね、この例えば75日線とこの200日線あたりであるとか、このあたりちょっと修練してきた感じですね。まあ、この高値を抜けてないのでまだちょっと下値不安は残っているという状況なんですが、先ほどもお話しされてましたように、大統領選挙前年、これちょっと金曜日にもお話したんですけれども、はい、ニューヨークダウの騰落率ということで1944年が安くてですね、その前年と比べて今年が、選挙前年ですのでここになるわけですけども、うん、そこから44年からずっと高いんです。とところで、現在、そのクリスマスイブの日ですね、と比べますと、270ドルほど下にあるんですね、まだマイナスにあるんです。はい、だからこれを上回れるかどうか、もし下回ったらちょっとなんか嫌な感じがするなという気はするんですけれども、とりあえずこれがまあ年末にかけて今週ですね、リカバリーしてくれるのかどうかって非常に注目したいなと私は思うんですけれども、はい、それで、こちらの方、日経平均株価の方もはこの上値ですね、息遣えまして、うん、今どちらかというと2日間、ですか、今日のこれ前場までですけども、下値遊びというか、その下値で小幅の揉み合いが続いているということで、まあ、これちょっと続くとですね、ちょっと嫌な感じ、ちょっと一旦また下へ下げるような非常に動きになりやすいんですけれども、まあ、なんとかですね、年末にかけて当日の一心といいますか、持ち直していただほしいなというふうに思います。年末年始のスケジュールなんですけれども、ご覧の通りでございまして、まあ、週、大納会が30日ですね、水曜日、日本の和法はこちらで取引終わりまして、4日の月曜日に始まるという形になります。その間、中国の方が、製造業 PMI、CFLP 国家統計局と共同で発表しておりますところが、1日に発表されます。それこれ1日なんです。もうなんとか1日にこだわってますこの指標ですね。あとそれから4日は財信の方です。前の HSBC の方ですね、はい、製造業 PMI の確保値が発表されるということで、まあ、どちらも若干の改善予想ですね。あとそれから4日6日と製造業非製造業の ISM 指数、アメリカの代表的な PMI が発表されまして、週末は雇用、8日の週末は雇用統計という形でございます。百貨店売上高は、まあ、先々週末に発表されたんですけれども、まあ、今年はですね、どちらかというと暖かい冬ですので、暖冬ということで、その冬物衣料がこれ売れなく、あまり売れてないんですね。ということもあって、8ヶ月ぶりに前年同月比百貨店売上高が全国マイナスになりまして、マイナス 2.7%、はい、というところで、この前年が5581億円ですね、で5418億円ということで、マイナス 2.7% ということで、その
前の年は5654億円だったんです、まあ来月になりますと12月のが発表されるんですけれども、これ前年が7107億円、その前が7257億円ということで、どれぐらいの数字が出るのか、ちょっとこの暖冬だとでちょっと厳しいかなという気もするんですけども、依然その化粧品とか美術宝飾品はなんとか2桁増をキープしているというところでございます、はい。それから需給面ですね、海外投資家動向は最近ほとんどその海外投資家どちらかというと短期的な先物売買が続いてまして、あまり動いてあまり動きは見られないんですけれども、海外投資の売買動向はこういった形です。直近発表されました分ですね、先週が330億円のマイナスというところで、ほとんど最近クリスマス、直前の1ヶ月ぐらいはですね、あまりその売り越し買い越しなかったという形になっています。一方信託銀行の方は4週連続の買い越しで、こちら年金資金なんかが経由しているというのが見られますところですが、4週連続の買い越しに転じているという感じですね。日銀の ETF の買い入れなんですけども、来年も3兆円目処にということで、買い入れが実施されることになるんですけども、今年も順調にずっとこういう形で買い入れがあって、相場下落した時もなんとかコンスタントに買い入れてですね、3兆円今ちょっと超えたぐらい、3兆円前後を目処にということですので、3兆円今12月末超えたところになっております、という形ですね。需給面はなんとかその国内需給の方はそこそこ悪くはないんですけれども、海外投資家が年初からどういうふうに動いてくるかということになってくるかと思います。これはやっぱり原油動向とかですね、そういったのにかなりかかってくるとは思うんですけれども、あと業種別の株価指数の動きです。いつも見ていただいているものですが、こういった形で、今日の動きとか直近の動き見ますと、ちょっと内需系がちょっとお辞儀してますね、こういった形ディフェンシブ内需系、ディフェンシブ系がお辞儀してまして、それから、こちら景気敏感株精密とか輸送機器は相変わらず横ばい、電気がちょっと電子部品売られた分がちょっと反発しているという形です。あと非鉄とか鉄鋼とか市況関連が、市況悪にもかかわらずちょっと織り込み済みなのか、ちょっと相対的パフォーマンス良くなってきているというところがちょっと注目されるところですね。それで、今日はですね、こういった形で、リビジョンインデックスの推移ということで、情報修正銘柄数と下方修正銘柄数を見たところ、この秋から夏以降ですね、チャイナショック以降、このマイナス下方修正銘柄数の方が多くなってたんですね。決算発表が竹直っております。10月30日現在なんかはかなり下方修正銘柄増えたというところでございました。これやっぱりその中国を中心としたですね、海外、それから商品市況の悪化と低迷というところの下方修正でございました。それがちょっと持ち直してきて、それではマイナス下方修正の方が多かったんですけども、ちょっと調べてみたところですね、先週現在ちょっとプラスに転じてましたので、果たしてどういうのがちょっとプラスに転じているのかというところで調べてみました。といったところで、銘柄、今日の銘柄はその情報修正した、アナリストが予想を増額修正した銘柄をちょっと20銘柄、先週と先々週分ですね、今週と先週分、失礼しました、ピックアップしてみました、ご覧の通りでございます。かなり上がりましたけども、日本水産、サケマス養殖事業の業績改善見通し、並びに、茨城県に建設します EPA 医薬原料とかですね、の何て言いますか、生産能力増を交換して株価上昇しております。現役幅が縮まったと、今期の現役幅が縮まったという感じでございます。ここがアナリストがどれだけ従来予想より増額修正したかという率ですね。これが今期予想で、これが来期予想、経常利益の伸び率ですね。東洋建設とかライト工業とか、建設関係も出てまいりまして、やはりその採算改善というところで、
工事、受注高は高水準に推移しているというところでございます。高さ予熱額もこれは空調工事のトップでございまして、ビルとか工場向けの空調再開発などもありましてですね、好調が続いていると、明生工業はですね、こちらの方は LNG 工事タンクとかですね、LNG 線とかの工事の、LNG 関係の工事のトップ、有力な企業なんです。国内周囲の企業なんですけども、断熱工事とかクリーンルームですね、そういったところなんかも好調であるということですね。後期遅れで今期はちょっと大幅減益なんですけども、来期持ち直すという予想です。だからこの減益幅が縮小したという形ですね。JAC リクルートメントは外資系に強い人材派遣会社クラコーポレーション、ご存知くら寿司でございまして、メニュー拡充で、酢飯のカレーであるとかですね、そういうので客数が増加したというところで業績、情報修正されています。アナリストのですね、アサヒは自転車の小売ですね、小売大手でございまして、プライベート商品が増加して、採算向上しているということですね。ネット販売に注力もしております。それから日本調剤は調剤薬局の大手でございます。北越紀州製紙、こちらの方はこちらの方はですね、北越は値上げ効果と、それから採算、値上げ効果で採算改善しているというところですね。これ見てみますと、割とこういったところは国内の公共工事関連とかもで好調なのは分かるんですけども、割とバラバラ、どっちかというと内需系が多いという印象です。四国化成工業、こちらの方はですね、ラジアルタイヤ向けの不溶性硫黄という材料が非常に好調であるということですね。あと早稲田アカデミー、こちらのは進学塾でございまして、入塾生徒増と、それから買収効果による増益、情報修正でございます。それから農薬、組合化学工業は農薬で専業でございまして、アメリカで除草剤などが好調であるというところですね。あとライドオン EX は、これは銀の皿とかカマトラとかいう宅配の寿司とかの宅配事業の会社でございまして、こちらの方も業績がいいということですね。ウィルグループも人材派遣会社、家電量販店とかスマホ販売支援などが好調である。ソディックは放電加工機の世界シェア3割というところでございまして、自動車航空機向けが好調であるということで、これはちょっと設備投資関連なんで、ちょっと株価の方は冴えないんですけども、あと西松屋支援はご存知、子どもとかベビー服ですね、こちらは成果販売増と、経費削減ということです。増益になっています。突破印刷もリストラ進めて、企業の反則支援などが好調。東洋テクニカは電子計測機の専門商社、センチュリーリースはリース大手で、航空機自動車リースが好調ということで、割とバラバラでございまして、内需系が多いという特徴でございます。はい、ということで、今年もいろいろお世話になりました。はい、どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきました。